こんにちは。事業専門税理士川南です。本日の動画はインボイス制度の2割特例ってどういったものなのか、免税事業者、自営業、フリーランスの方必見の動画になっております。インボイス制度がいよいよ令和5年の10月1日からスタートしますが、皆さん準備の方どうでしょうか。そしてインボイス制度の負担軽減措置として計算方法の2割特例というワード、皆さん聞いたことないでしょうか。本日の動画はですね、この2割特例について解説をいたします。私はオンラインサロンの運営といろいろと SNS をやっております。またビジネス書を2冊出版しています。また本日の動画で紹介した引用元、過去動画などはですね、概要欄のリンクにまとめてありますので、ぜひ概要欄チェックの方お願いします。それでは早速本日の内容であるインボイス制度の2割特例について解説していきましょう。はい、それではインボイス制度の2割特例について解説をしていきます。本日の内容です。このインボイス制度の負担軽減措置の中の一つである2割特例について動画で解説をしていきます。この負担軽減措置というのは他もあるんですけど、今回の動画はこの2割特例について詳しく紹介をしていきます。まずこの2割特例と言われるものの対象者は誰なのかを解説します。次に2割特例を適用できる期間について解説をします。そしてこの2割特例を受けるための手続きはどうすればいいのかを動画で解説します。そして2割特例のメリット、この2割特例を使うメリットは一体何なのかというのを図で解説をいたします。そして最後に消費税の計算方法はこういう風になりますよというルールを紹介しますので、動画がしっかりと最後まで見ていただき、このインボイス制度スタートすることによってですね、消費税の申告、納税をしないといけない個人事業主さん、フリーランスの方は必見動画になっておりますので、2割特例というのはどういった計算方法なのかしっかりと押さえておきましょう。まず2割特例の制度を説明する前に、インボイス制度というのはどういったものなのか軽く復習をしておきましょう。インボイス制度なんですけど、こちらはですね、簡単に言うと消費税のルール変更が起こるよということになります。今まで免税事業者だった方はですね、このインボイス制度に登録することによって自動的に課税事業者へとなります。この登録なんですけど、税務署に免税事業者の方が申請登録をするとですね、税務署の方から登録番号が発行されます。この13桁の登録番号が発行されるっていうのが一つのポイントになります。そしてこのインボイス制度に登録をしますと、消費税の申告が必要となり、消費税の納付も発生いたします。そしてこの13桁の登録番号をどこで使うのかと言いますと、この登録番号の記載はですね、適格請求書ということで、請求書や納品書にこの番号が記載されていないとですね、自分の取引先の方が仕入れ税額控除ができないというふうになりますので、この番号が載った適格請求書と呼ばれるものが必要になるというね、すごくざっくりした説明ですが、インボイス制度を簡単に紹介するとこのようなことになります。過去動画にですね、もう少しインボイス制度について詳しく紹介した動画たくさんありますので、再生リストもありますので、インボイス制度自体がまだよく分かってない方はそちらの動画を見てからこちらの動画に戻っていただけると嬉しいです。さて、このインボイス制度は冒頭で言ったように令和5年の10月1日からスタートします。税務署に登録申請をする申請の締め切りは原則令和5年の3月31日までとなっております。もう過ぎてるじゃんというね、心配された方もいるかもしれませんが、こちらですね、原則は3月の31日まででして、ルール上はですね、令和5年の9月の30日までに申請登録をすればまだ間に合うということになりますので、この申請の期限はしっかりと押さえておきましょう。では次にですね、2割特例の対象者、どういった方がこの2割特例の計算方法を使えるのかっていうのを順番にスライドで解説をしていきます。はい、まず2割特例の対象者についてです。前提なんですけど、ここ一番重要なポイントです。2割特例が使えるのは免税事業者だった方のみになります。つまりですね、今回のインボイス制度によって、今までずっと免税事業者だったんだけども、このインボイス制度に登録することによって自動的に課税事業者になった方のみ
が2割特例の対象となりますので、ここ勘違いのないようにしっかり押さえておきましょう。ですので、インボイス登録を受けてない方、これ当たり前になるんですけど、インボイス制度に登録自体してない方はですね、2割特例は使えないという点、まず1つ目押さえておきましょう。そして2つ目の重要ポイントです。課税売上高が1000万を超える場合はですね、もともとこの方は免税事業者ではなく課税事業者だったということになりますので、2割特例を使える前提の方はですね、免税事業者だった方になりますので、売上高がすでに1000万を超えていて、もともともう課税事業者になっていて、消費税の申告をしている、納付をしているって方は適用外になります。つまり2割特例は使えないということになりますので、ここを勘違いのないようにしっかりと押さえておいてください。少し例を入れますとですね、もともと課税事業者の方はどういった方かと言いますと、前々年度、例えば令和3年度がもうすでに1000万円を超えている方はですね、令和5年度は課税事業者、要は消費税の申告をする方になりますので、そういった方は2割特例は使えないということになります。次のスライドで図で解説をします。はい、課税売上高が1000万円を超えたら2割特例は使えないよというものをですね、この図を持って少し解説をね追加したいと思います。課税事業者の基準期間における課税売上高が1000万円を超える課税期間がある場合は2割特例がね適用できませんよっていう解説、これを図で紹介するものです。こちら国税庁にある図を持ってきております。令和4年度がですね1000万円を超えていた方がですね、今回インボイス制度を登録することによって2割特例の適用ができる期間とできない期間というのを図で解説をしているものになります。令和4年は1000万を超えてますので、この令和6年は適用不可になるんだということを覚えておいてください。そしてこの令和6年は2割特例を使えませんので、じゃあ何で計算すればいいのかと言いますと、簡易課税制度と原則課税制度という消費税は2種類計算方法がありますので、簡易課税を使いたい方は届出が必須になりますので、こちら届出をすれば令和6年は2割適用は使えないけども簡易課税制度を選択できるよという図になります。また後ほどのスライドでね、この3つの計算方法について紹介しますので、ここでよくわからなかったって方はスライド後半の方までしっかりと見てください。少しね、消費税は特殊な税金になりますので、消費税の課税事業者なのか免税事業者なのかは前々年度の売上で判断をするっていうルール、しっかりと押さえておきましょう。そして先ほどですね、1000万超える方はね、要は2割特例が使えませんよっていう紹介をしたんですけど、これ以外にもですね、2割特例が対象外になるパターン、例外パターンがありますので、次のスライドで簡単にさらっとだけですけど紹介をします。こちらですね、2割特例の対象外というのはですね、先ほど紹介したのはこの上にある基準期間特定期間の太字のこの1つ目の方法ですね、ここに該当する方は対象外ですよって説明をしたんですけども、これ以外にも例外対象外がありますので、該当するかもなって方はしっかりとここを押さえるようにしておいてください。基準期間、特定期間以外にどういったものがあるかと言いますと、承継や新設場合のパターンと3年縛りというルールがありますので、該当しそうな方は押さえておきましょう。今回の動画ではですね、2割特例の話になりますので、ここではサクッとね、こういったものがありますよという紹介にとどめます。それでは次、2割特例の適用できる期間について紹介をします。はい、2割特例を適用できる期間についてこちらのスライドで図を交えて紹介します。適用期間なんですけど、2割特例はですね、ずっと使えるわけではありません。期限があります。いつからいつまでかと言いますと、令和5年の10月の1日から令和8年の9月31日までとなっております。こちら免税事業者の方がですね、最大2割特例を何回使えるかと言いますと、最大計4回の申告が適用されることになります。どういったことか図でこちら解説がありますので、こちらの図を見るとイメージがしやすいのではないでしょうか。こちら先ほど言ったようにですね、1000万を超えて課税事業者になりますと適用外になりますので、全員が計4回最大使えるわけではないのでご注意ください。ずっと免税事業者の方で、インボイス制度によって課税事業者になっている方が最大適用期間使うとなると4回適用されるということです。こちらの図を見てイメージをしていただければと思います。
インボイス制度がスタートしますのが令和5年の10月1日からになりますので、1回目がこちらになります。そしてその後令和6年、令和7年、令和8年使うことができて、それ以降はですね、2割特例はなくなります。じゃあどういった計算方法をすればいいんですかというと、以前からある消費税のルール2種類計算方法があって、簡易課税制度と原則制度、まあ本則課税とも言われるものなんですけど、そちらの計算方法をこれ以降は使うことになります。では次に、2割特例はどういった手続きを踏めば選択できるんですかについて、次のスライドで解説します。はい、では具体的な2割特例を使う手続きについてです。どうすればいいのかと言いますと、2割特例はですね、特に事前の届け出は必要ありません。これ少しね、安心するね、材料ポイントだと思います。事前の届け出は必要ありません。これは税務署にですね、私は2割の特例使いたいのでということで、申告をする前にですね、届け出や書類を出すという必要がないということです。ここ1点勘違いされる方いらっしゃるかもしれないので強調しておきたいんですけど、簡易課税制度を使いたい場合にはですね、事前の届け出が必要ですので、ここね、2割特例が必要ないと思ってて、簡易課税も必要ないというふうに思ってしまうと、重大なね、損失が出ること多々ありますので、簡易課税制度はしっかり届け出が必要だっていうのは抑えておきましょう。では2割特例は事前の届け出がないということで、じゃあどうやって選択すればいいんですか、こちらになります。消費税の確定申告書に記載をするということになります。こちらね、消費税の実際の申告書用紙をこちら図に用意をしました。こちらのね、記載方法については財務省の方から引っ張ってきている図になります。こちらの消費税の申告にですね、特例計算適用という欄がありますので、こちらに使う方はあるに丸を打てば、2割特例の計算を使うことができるということです。ですので特にね、難しいわけではなく、消費税の確定申告に丸を打って、2割特例の計算方法で消費税を計算すれば OK ということになります。こちらね、丸打つの忘れないようにお気をつけください。そして2割特例なんですけど、申告のたびに選択をすることが可能です。要は1回2割特例を使ったからずっと2割特例にしなければいけないというわけではなくて、消費税の申告をするたびにこの選択をすることが可能ということです。ここもしっかりと押さえておきましょう。では次にですね、2割特例を使うことによってどんなメリットがあるのか気になる方も多いと思いますので、次のスライドで解説をします。はい、2割特例のメリットになります。そもそもですね、消費税の計算方法というのは3種類あります。それらの3つの方法に比べて2割特例のメリットというのはこういったものが挙げられます。これ財務省の方から持ってきた図になります。まず1つ目、簡易課税のメリットなんですけど、簡易課税にするメリットはですね、売上金額が分かれば計算ができるというのが簡易課税のメリットです。また簡易課税を選択しますと、仕入れにかかる帳簿やインボイスの保存や管理が不要になるので、要は原則課税、一般課税と呼ばれるものに比較すると簡易課税の方のメリットがあるよということになります。この簡易課税のメリットよりも2割特例のメリットの方が大きいです。一体2割特例にどんなメリットがあるかと言いますと、簡易課税はですね、業種によって割合が変わってくるんですけども、この業種区分が2割特例は不要になります。そして前のスライドで解説した通り、申告時に選択適用が可能という解説をしたと思います。その都度2割特例を使うのか使わないのか選択ができるということですね。これはメリットになります。そして事前の届け出が不要、こちらも前のスライドで解説しましたが、事前に届け出が必要ないということで、簡易課税は事前に届け出必要ですので、このあたりが2割特例のメリットになります。そして納税額と必要な転嫁の程度がより明確になるということで、2割特例のメリットというのはこういったことになります。こういったね、メリットを踏まえて2割特例を使うのか、また簡易課税制度を使うのかというのを選択しなければいけない時代が、インボイス制度がスタートすることによってスタートするということです。さてここまで解説をしましたけども、消費税の計算方法についての解説をしてないので、少しだけ動画の方でね、解説したいと思います。はい、消費税の計算方法っていうのは、先ほど言ってるように3つ種類があります。こちらを見ていきたいと思います。1つ目がですね、一般課税制度と呼ばれるものです。これは原則課税と言われたりですね、本則課税というふうに呼ばれることもありますので押さえておきましょう。こちらの一般課税はですね、売上にかかる消費税額から実際に自分が仕入れや経費に支払った消費税額を差し引いて計算をする方法になります。そして先ほどから紹介している簡易課税制度ですね、こちらは売上にかかる消費税額から売上税額にみなし仕入れ率をかけた金額を差し引いて納付税額を計算する方法になります。この一般課税と簡易課税が今までの消費税のルールの計算方法になります。今までの消費税はこの
この2つの計算方法から選択してどちらにしようかなということで選んで消費税の申告計算をしていたわけです。今回ですね、このインボイス制度がスタートすることによって新しくできたルール、新しい軽減措置として2割特例という新しい計算方法が出てくることになります。こちらの2割特例が今までのスライドで解説していたように新しいルールの消費税の計算方法となります。こちら2つの計算方法についてはですね、過去に動画を撮影しております。こちらインボイス制度がスタートする前の消費税の基本的なルールというのをね、解説した動画がありますので、この一般課税、簡易課税がそもそもわからないという方はそちらの方で復習をしてみてください。消費税の計算方法が3つあるということをね、今回の動画でしっかりと押さえておきましょう。では次に選択適用のイメージ図を紹介します。こちらですね、選択適用のイメージ図、こちらも財務省の方から引っ張ってきております。まずですね、簡易課税制度を適用しているかないかで、このイエスの上と下のパターンに分かれます。簡易課税制度を使ってない方はですね、本則課税を使うのか2割特例を使うのか申告時に選択することができます。しかしですね、これ使えるのは最初の一番冒頭に前提でお知らせしたように、免税事業者の方でインボイス制度に登録することによって課税事業者になった方のみですので、ここ勘違いのないようにしてください。もともと消費税の申告をしていて、もう本則課税の方は2割特例は使えません。ではついでに簡易課税の届出書を出している方はイエスの方に進みます。こちらの方はですね、簡易課税を使うのか2割特例を使うのかを申告時に選択をするということになります。こちら図でね、解説すると少しイメージ湧きやすいですし、分かりやすいかなということで紹介させていただきました。そして次ですね、実例としてですね、動画がありまして、簡易課税制度で計算した場合と売上税額の2割計算、要は2割特例を使って消費税額を計算した場合と2パターンね、紹介した動画が実はありますので、こちら実際どういう風にどれくらい金額が違ってるのか知らないって方はこちらの動画でしっかりと予習をしておきましょう。こういったようにですね、今後消費税の税金の計算がですね、3つの方法からどれを使えば自分は税金が安くなるのかお得になるのかっていうのを調べておかないと消費税額を損してしまうということになりますので、この3つの計算方法っていうのはしっかりと押さえておかないと自分が損をしてしまうので、皆さん消費税の申告馴染みない方多いと思いますけど、しっかり情報知識を入れておき、インボイス制度の初の消費税の申告書にしっかりと対応ができるように勉強をしておく必要があるというふうに思っています。はい、まとめです。今回インボイス制度が10月1日からスタートするということで、消費税の申告や消費税のルールというのがさらにややこしくなります。もともと課税事業者で消費税の申告納税すでにしてるって方はですね、比較的まだ理解しやすかったり、もうすでにやっていることなのでいいんですけど、免税事業者だった方がですね、今回インボイス制度に登録して課税事業者になるとなりますと、消費税の申告のルールもよくわからないまま、また消費税の申告税金の計算の情報がなかった方がですね、しないといけないとなりますので、非常にハードルが高いんじゃないかなということで、こういったね、動画を作っていくというふうにね、情報を発信していくということをしてますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。さあ、どういったことがまずややこしくなっていくか、簡単にまとめで解説していきます。まずですね、インボイス制度の申請自体まだの方はですね、申請の手間というのはどうしてもかかります。またまだ迷っている方もいらっしゃると思いますので、そちらの方にとってはもうその時点、申請の時点でややこしいと感じていると思います。そしていざインボイス制度がスタートしますと、その事務作業と経理作業の負担というのは増加を確実にします。このあたりでもまたね、作業がね、めんどくさくなる、ややこしくなる原因となっております。次、消費税の申告の作成と納税の義務が発生することによって、今までだったら所得税の申告書のみで終わっていたフリーランス自営業の方はですね、消費税の申告の作成という手間も乗りますので、さらにややこしくなります。そして先ほどから紹介しているように、消費税の計算方法には3種類あることになりますということで、この計算方法の選択の判断をしないといけないという大変さも発生してきます。そして先ほどから紹介しているように、変更の申請用紙や、また申請の申請用紙、また簡易課税は事前に届け出が必要ですというように、締め切り日やルールというのが消費税の方は結構ややこしいんですよね。ですので、こちらの情報も得ないといけないということで、売り
ーランス自営業の方、負担がね増加するというふうに予想されますので、しっかりと事前から対策しておきましょう。こちら結論です。情報と知識が非常に大事になっております。とはいえですね、自分で確定申告をしている方、税理士をつけてない方はですね、情報がね届かない、知識を得れないというねケース多発すると思いますが、もともとビジネスは自己責任です。ですので、しっかりとこういった YouTube やいろんな本出版されていると思いますので、情報と知識を得て、自分はどういうふうに対応するのがいいのか、自分の場合はどれが一番お得な計算方法なのか、しっかりと判断をして損のないようにしていきましょう。というわけで、本日の動画は2割特例について解説をした動画になります。また消費税のルールがわからない、インボイス制度のルール自体がわからないという方はですね、過去動画再生リストありますので、見てしっかりと学んでいただければと思います。私は税理士川南のオンラインサロンを運営しております。メリットが3つあります。1つ目のメリットは、オンライン上に税理士を味方につけることができますので、オンライン上になりますが、質問や相談をいつでもすることができます。このオンライン上に来た質問に対して、私が文章で直接返信をするというようなスタイルになっております。Facebook の非公開グループで運営をしています。2つ目のメリットは、サロンズームを定期的に開催しています。ズーム上で直接私に相談、質問がすることができますし、また、登録されているメンバーさんと異業種交流ということで情報交換ができるということで非常に好評です。3つ目のメリットは、税理士の裏側を公開しております。こういった SNS 発信の裏側やビジネスの話、経理税金確定申告の情報など、記事をね平日毎日投稿してますので、それを読むだけでもビジネスの知識レベルがグッと上がります。オンラインサロンの入会お待ちしております。気になる方はですね、概要欄だから飛べるようになっておりますので、ぜひチェックしてみてください。はい、こちらチャンネル登録の方よろしくお願いします。 YouTube へのコメント、いいね、高評価ボタンを押していただけると励みになりますので、ぜひお願いします。またですね、その他 SNS は Instagram、Twitter、TikTok、Voicy とやっております。他の SNS は YouTube とはまた違った情報を投げておりますので、ぜひフォローの方お待ちしております。またビジネス書2冊出版しておりまして、本日の動画の内容であるインボイス Q&A ブック、こちら本出しておりますので、インボイス制度事前に対策したいな、またインボイス制度がスタートした後の経理に関しての情報のね方も本に記載してありますので、チェックの方お願いします。またこちら経理節税 Q&A ブックはですね、フリーランス自営業に必要な経理や確定申告、税金、節税、一冊にギュッとまとまった本になってますので、フリーランスや自営業の方のバイブル本としてぜひお使いいただけると嬉しいです。どちらも Amazon Kindle 版もあります。楽天ブックスでも購入可能です。はい、本日の動画は以上になります。本日はインボイス制度対策ということで、2割特例でどういったものなのか、軽減措置として出たこの2割特例について解説をさせていただきました。ビジネスされてる方、しっかりと知識と情報を得ておかないとですね、このインボイス制度大きな改革変更になりますので、しっかりと抑えて勉強をして対策できるように、また自分が損をしないように勉強をしていきましょう。またこういった動画、 YouTube の方で自営業フリーランス向けに必要な動画出していきますので、チャンネル登録してお待ちください。さて、本日もありがとうございました。自営業専門税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。